はい、皆さんこんにちは。特殊パフォーマンススクールの学長ロボットのぞみです。今日はですね、プロパフォーマーの現場、パフォーマーの仕事とはどういう仕事というのかをちょっと説明していきたいなと思います。まずパフォーマーの仕事なんですけれども、現場で言えると結婚式とか企業パーティーとか、イオンショッピングセンターとか、誕生日パーティーとか、小学校とか中学校、高校、保育園、いろんなところでやります。本当にいろんなところと、本当にいろんなところがあるんですけれども、じゃあそういうところに呼ばれるようになるためにはどうすればいいのかっていうところを、今日説明をしていきたいなと思います。まずはパフォーマーとして30分のショーが作れるようになること、それがないとできま、まず仕事の依頼とかがそこまで来たりとかしませんので、安心感を与えないんですね。で、大体給料なんですけど、パフォーマーはもう本当ピンキリで、人気がある人から人気分ない人まですごい全部ピンキリなんですよ。でその中で大体パフォーマーさん、いろいろそのストリートパフォーマーとかイベント芸人とか舞台で活動している人とかいろいろいるんですけれども、ざっくり言うと、30万からだいたい40万、50万ぐらいが、たくさんいるパフォーマーさんでそういうのがあるんじゃないかなと思います。で、いわゆる30万、40万とかの人は、僕は僕をじゃあ、参考例として、僕の場合は本当にもうストリートパフォーマーの時、もうストリートだけですね、の時は大体40万から70万円ぐらいの間でした。で、僕の場合はなんですけれども、イベント芸人になると大体70万から100万ぐらい、その時はストリートパフォーマンスもしながらだったんですけれども、がそのぐらいですかね。で、ストリートもイベントもこなせるようになると、もう大体そのぐらいの収益になったりとかが多いんじゃないかなと思います。ただそれも結構成功している例だと思うので、まずその依頼を来るためには、まずパフォーマンス、自分のパフォーマンスがしっかりしていることと、あとはそのパフォーマンスができたとしても、それを売り込んでいく人間、プロデュースだったり営業ですね、そういうものが必要、絶対に必要っていうこと、そういうものをやっぱりやっていくとプロパフォーマーとして生活できるんじゃないでしょうか。ということで、今回はですね、パフォーマーの仕事とは収益とかいろいろお話しいたしました。パフォーマー学校ではですね、こういうものを教えたりだとか、パフォーマーの30分そのショーを作るためにどうすればいいのかとか、そういう仕事にしていくためにはどうすればいいのかとかっていうのを手取り足取り全部教えていきますので、ぜひぜひ、資料請求とかチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。